ルースの合図で私たちは一斉に行進を始めましたマダムに向かってまっすぐに無誘描写のようにマダムの足が止まり体が硬直しましたマダムの直前で私たちは左右二手に分かれそれぞれに小声で失礼しますとつぶやいて歩み去りましたグループ全員に起こった不思議な変化を 私は一生忘れないでしょう。その瞬間まで対マダム作戦はジョークのようなもの。仲間内で少しはっきりさせておきたいことがあるというだけの気軽な行動でした。対象はマダムでも、実はマダムなどどうでもよく、主役はあくまで私たち。多少の冒険を伴うお遊びだったのです。そう、作戦が成功したあの瞬間までは。 マダムが立ち止まった時、私はちらりとその表情を盗み見ました。全員が同じことをしたはずです。そこに見た恐れとおののきが、うっかり触れられはしないかという嫌悪と身震いを抑えようとする必死の努力が、今でも目の前に浮かびます。私たちはマダムの恐怖を全身で感じ取り、そのまま歩き続けました。 日向から急に肌寒い日陰に入り込んだ感じがしました。ルースの言う通り、マダムは私たちを恐れていました。雲嫌いな人が雲を恐れるように恐れていました。そして、その衝撃を受け止める心の準備が私たちにはありませんでした。雲と同じに見られ、同じに扱われたらどんな感じがするか。 計画時には無双もしないことでしたから。中庭を横切り、芝生にたどり着いた時の私たちは、マダムが車から降りるのをワクワクしながら待っていたグループとは別人になっていました。花は今にも泣き出しそうでしたし、あのルースでさえ打ちのめされたように見えました。やがて誰かが、ローラだったと思います。こう言いました。 嫌いなら、なんで私たちの絵が欲しいんだろう。なんでほっといてくれないの。来てくれなんて誰も頼んでないよ。誰からも答えはなく、私たちは体育館までとぼとぼと歩きました。今起こったことが何なのか、誰もわかっていませんでした。今振り返ると、そういう時期に差し掛かっていたのだと思います。自分が誰で、 保護官や外部の人間とどう違うかを少しは知り始めていた時期。でも単なる事実として知ることと、それの持つ深い意味を理解することは別物です。これと似たことはきっとどなたも子供時代に経験しておいででしょう。出来事の細部は違っても、心への衝撃という意味では似たようなことを。 保護官がどれほど教育上手でも理解への最後の一歩は詰め切れませんいくら話を聞きビデオを見討論をし警告を受けていてもどこかごと事我が身のこととしての理解までは無理でした少なくともヘイルシャムのような施設に集まって暮らしエミリ先生以下の優秀な保護官に見守られ 坊ちゃん、嬢ちゃんと呼んでくれる庭師や配達人に囲まれ、冗談を言って笑い合うような育ち方をした、まだ八歳の私たちには、到底無理でした。それでも、教えの一部は染み通っていたはずです。答えはどこかに潜み、私の一部となって、ああいう瞬間がやってくるのをじっと待っていたのでしょう。ひょっとしたら、 もう5歳や6歳の頃から頭のどこかには、いつか、そう遠くないいつか、と囁く声があったのかもしれません。いつか、きっとどんな気持ちのものかわかるだろう、と。ですから、私たちはそれと知らずに、きっとあの瞬間を待っていたのだと思います。 自分が外の人間とはとてつもなく違うのだと、本当にわかる瞬間を。外にはマダムのような人がいて、私たちを憎みもせず、外視もしないけれど、目にするたびに、この子らはどう生まれ、なぜ生まれたかを思って身震いする。少しでも体が触れ合うことを恐怖する。そのことがわかる瞬間、初めて、 その人々の目で自分を見つめる瞬間。それは体中から血の気が引く瞬間です。生まれてから毎日見慣れてきた鏡に、ある日突然、得体の知れない何か別のものが映し出されるのですから。